城北埼玉中学高等学校は埼玉県川越市古市場にあり中高一貫教育を提供する私立男子中学校高等学校高等学校において中学校から内部進学した生徒と高等学校から外部進学した生徒との間では第三学年から混合してクラスを編成する併設型中高一貫校なお 2020年度から新たに設置されたフロンティアコースにおいては、第1学年から内部進学生と外部進学生が混合のクラスとなっている。従前は東京都板橋区の城北中学校、高等学校とは系列校であったが、現在交流関係はない。城北埼玉の構造ができたのは1970年代である。この頃、 当時の城北中学校、高等学校の校長であった近藤君名が構想を練っていた。そこに埼玉県の高校誘致による関係で現在の城北埼玉高校の構想ができた。埼玉県有数の男子進学校である。着実、勤勉、辞書を訓としている。基礎に重点を置きながらも入試に直結するような授業を展開する。 三年時には8月と受験直前1月に受験対策のための合宿が行われる。近藤訓明近藤正美近藤文彦近藤正美磯部徳彦近藤文彦森泉、秀夫学校週5日制を採用していない。2020年度より高校にフロンティアコースが設置され、高校一年時は本科、フロンティアの二つのコースに分かれて、クラスが編成される。なお、 本科コースは高校2年時より理系、文系に分かれてクラスを編成し、3年時ではさらに細かくクラスコース分けをしている。また、中学、高校ともに成績優秀者を集めた選抜クラスが存在し、現在では中学1年時より設置されている。高校では中学入学者と高校入学者でそれぞれ選抜クラスが一つずつ存在する。 年によって判断基準は違うが、選抜クラスは、もしと定期テストの成績により判断する。上北埼玉中学、高校は、呼び名として長いので、呼びやすくするために、白玉と呼ぶこともある。この時、上北と呼ばないのは、東京都板橋区にある上北中学校、高等学校との混同を避けたためである。上北中学校、高等学校と同様、 毎授業の前に目を閉じ、姿勢を正して、正座を行う。一年行うことで約1日分の時間になる。ドーム型食堂内部ドーム型の大きい食堂がある。室内温水プールのため水泳の授業は各学期ごとに各学年を行われる。また水泳部が年間を通じて活動している。1階が多目的教室、2階がホールとなっている。 1>, 1階には多目的教室のほか、シャワー室なども備えられていて、運動部の合宿等もここで行われる。2階のホールは当初入学式の会場として使用されるはずであったが、収容しきれないことが判明し、現在は、進路説明会、OB 座談会などに使用されている。群馬県利根郡みな町猿賀郷温泉に存在した郊外施設。 中学1年の林間学校や高校1年のオリエンテーション合宿、高校3年の受験合宿時に使用されていたが、現在は廃止されている。富士見の市に学生寮が存在したが、希望者の減少に伴い、平成18年3月に閉鎖された。体育祭と文化祭の2つを学園祭とし、文化祭はけヤき祭りと称され、2日間にわたって行われる。 9月の第2土曜、日曜日に行われる。部活動の参加義務はない。40を超える部、同好会が存在する。運動部は、野球部やサッカー部、テニス部などが盛んである。1992年に、バレー部は関東大会に出場しているが、今は部員数が少ない。野球部は、中高別々で、軟式、公式に分かれている。 2010年度には開校以来初の4回戦出場を果たすも同試合で敗れる。中学サッカー部は川越市新人体育大会で準優勝を飾り、2015年度に県大会に出場している。中学陸上部も2016年に中学校通信陸上大会川越市予選会で予選を通過し2名が県大会へ出場している。少林寺憲法部は 全国大会出場実績を持つ。水泳部は中高高同の活動で同じプールを使用している。中学は川越市大会で優勝しており、毎年県大会に出場している。高校は関東大会出場経験があり、時期によっては川口市立川口高等学校や埼玉県立熊谷高等学校といった県内有数の強豪校と肩を並べることもある。 スキー部もまた、毎年関東大会に出場しており、全国大会にも出場経験を持つ、強豪校である。埼玉県随一である。文化部は、運動部よりも、部活数は多いが、部員が少ないところが多い。ただ、その中でも、以後、将棋部の団体戦4位入賞、鉄道研究部の全国高等学校鉄道模型コンテストでの、技能賞、 ベストオブプレゼンテーション賞受賞など、積極性のある部活もある。吹奏楽部は各種行事で演奏を担当し、定期演奏会も行っているが、質は徐々に衰えてきている。ありがとうございます。